まあ、今回このコロナっていう状況下において僕はね、この間、福岡の方にちょっと行ってきて、でね、そこのライブハウスの、まあ、オーナーでがいるんですけど、僕らと同世代のね。で、まあ、今ライブハウスって、まあ、めちゃめちゃ大変なわけですよ。で、すごく、まあ、もちろん売り上げなんかも綺麗にゼロになって、で、まあ、今その配信とかっていうので、なんとか活動を再開してっていうふうにやってるんですけど、まあ、もちろん前みたいな状況でいかないっていう中で、彼がね、僕に言うんですよね。すごいなと思ったのが、もうなんとか頑張るよと。で、なんで頑張るかというと、昔から、戦争とか、そういう大きな危機の時には必ずその後にスーパースターが生まれるんよと。で、今回はコロナじゃけ、そんな人が、まあ、亡くなってる方もおるけども、戦争ほどのなんかこう悲しさとか辛さとかではないけど、でもそれに匹敵するぐらいみんななんか大事なものを奪われて、間違いなく心の中ではだいぶ危機を迎えてる。こんな危機の後には必ずスーパースターが出る。そのスーパースターをこの目で見たいけ、俺はライブハウスは潰さんって決めたって、もうこれは決めたけんってずっと言ってて、あ、かっけえなと思って。で、やっぱり単純にやっぱり、ね、今ね、これコロナっていうのは世界的な、まあ、危機なわけですよ。で、この危機に対してアーティストだけじゃなくて、私はまあアーティストでもある、起業家でもある、経営者でもある、そういう人たちっていうのが、何も考えてないかって言ったら全員何か考えてて、何かをしなければ。で、僕は前から言ってる通り、アートというのは常に時代のリーダーなわけです。なので、その時代のリーダーになるアートっていうのが一番率先して、どうしてもね、経営者とかの動きっていうのは、このコロナに対して新しいことを仕掛けようと思っても、やっぱり段階踏んだりとか、許認可が必要だったりとか、お金が必要だったりとか、リソースがいろいろ足りなかったりとかっていうことがあるので、それを埋めるタイムラグがある。だけどアートに関しては、もう特に絵に関して言うと、キャンバスと、ペンと、まあ、絵の具があればできるわけですよ。っていう意味でいくと、アートっていうのはその経営者たちよりも早くこのコロナに対してリアクションができる。で、それを何よりも誰よりも早く先に出して時代を牽引するのが僕はアートの役割だと思ってるから、今回のコロナに関しても、さっきのライブハウスのオーナーたちのそういう、まあ、思いとかいろんなものをこう僕たちの中で受け止めた結果として、僕たちはやっぱり企業理念が楽しんだっていいっていう理念のもとに基づいて行動しているのと、さっき聞いたようなライブハウスの、俺はライブハウスを潰さんと決めたと、次に生まれるスーパースターをこの目で見たいけんライブハウスは潰さんっていう、ああいう気持ちとかに対してどう応えるかって考えた時に、一つはやっぱりもうちょっとでこのコロナが終わるから、もう少し頑張ろうよっていう、なんかこう希望を与えるメッセージを出したい。もうここからは絶対にブレない。とにかく見た人が、あ、これなんかいいなって、もうちょっとでコロナ終わるっていうところに対して希望を持てるようなものっていうのを出したいと思ってます。で、その中で、第1弾がドラクロワっていう、方の民衆を導く自由の女神という作品がございますが、それを、まあ、持ってるものをマスクに変えて、逆にですね、民衆を導くではなくて自由を導く民衆の女神ということで、民衆の女神って何だって考えた時に、お母さんだと。で、そのお母さんがマスクを選択している姿みたいなイメージのものを書かせていただいた。これも、もうすぐ晴れ間が、見えてですね、もう雲が晴れて、マスクが不要になるよみたいな世界をイメージしています。で、もう一つは、これですね。これは、まあ、ロミオとジュリエットっていうのを、イメージして、バルコニーで有名なですね、オーロミオ、なぜあなたはロミオなのみたいなシーンがありますけれども、そのバルコニーのを感染者数のグラフにして、感染者が減ればロミオとジュリエット
皆さんも出会えますよねみたいな、もうちょっともうちょっとだよっていうので、アフターコロナを示す、まあ、567の後は書かないみたいな、コロナの後は書かないっていうようなことを、やらせていただきました。でその第3弾なんですけど、やっぱり、僕らの中で、世界的にもこのコロナというのは今もうあと少しでなのか、まだ戦いが続くのかって言われてる中でですね、日本人にとってはちょっと別の意味があって、特に東京の人はですね、残念ながら、一大イベントである東京オリンピックというのが、まあ、延期になってしまったという状況下で、このコロナというものに対してどう向き合うかって考えた時に、前向きに捉えるならば、オリンピックというのも、まあ、世界の祭典ですよと。で平和の祭典でもある。でそれってでも国同士がこう競い合うスポーツ でなので選ばれた者が出場して競い合うというところだったんですけど、もしかしたらこのコロナっていうのは世界、全世界の選ばれた人じゃなくて、もう全ての人たちが参加する、なんかこう競技ではないけども、世界が一つになって、なんかこうコロナっていうものと、まあ、戦ったみたいな年になるんじゃないかという意味では、もしかしたらそのオリンピックよりもよりなんかこう世界平和に近づくような、これを機会にですよ、残念ながら今世界情勢を見てる限りではそうなってないけども、だけどそのコロナをきっかけにそうなってほしいなという願いも込めて出したのがこの第3弾のこれですね。なのでこれは、まあ、真ん中の、まあ、女性ランナーっていうのはやっぱり今年に関して言うと本番が迎えられなかったから、ずっと練習着を着てジャージを着て練習したはずです。それをもうすぐゴールだと、コロナが終わるってなった時にはこう脱ぎ捨てるようにこうガーッと脱いで、ゴールテープを切るような瞬間をイメージして、一緒に走っているのはそれこそそういう選ばれた選手ではないけども、エッセンシャルワーカーって言われてる、まあ僕エッセンシャルワーカーっていうのはもう仕事してる人はみんなそうだと思うんですけど、スーパーの店員さん、あとは配送の業者のドライバーさんとかですね、あとは医療従事者の方で、あとはこうバスとか公共機関の、公共交通機関の運転をされる方とかですね、そういった方々がみんなそれぞれ、ゴールを切り、不要になったマスクがこう払う日に待ってるっていう風な、イメージの跡っていうのを書かせていただきました。まあ、書いたのうちのね、山本由紀ってアーティストで、これはオーバーオールズっていうところで、まあ、みんなでこう考えて企画してるアートになるんですけども、まあ、こういうものを、世の中に出すことによって、コロナというものがもう少しで終わる、まあ、もう少しなのか、もう少しかかるのかは別としても、なんかこう希望を持てるようなアートっていうのを僕らは出し続けたいなというふうに思って、この作品も作らせていただきました。この後もおそらくコロナとの戦いっていうのは続くでしょう。まあ、その中で僕ら、アーティストとしてできること、そして私に関して言うと、まあ、それプラス、経営者としてできることっていうところは引き続きやり続けたいなと。だからそれに先駆けてのこのアートっていうものが、皆さんというか時代をですね、引っ張っていくという意味でこういう作品を、まあ、発表しています。まあ、これからも第4弾第5弾、まあ、やる前にコロナが終わってくれるといいなとは思っているんですけども、楽しみにしていただければなと思いますというところですかね。はい。